なぜ若い人たちは投票に行かないのか、ちょっと皆さん考えてみて。札幌市内の高校で行われていたのは政治経済の授業です。この日のテーマは選挙。18歳になった高校3年生にとって初めての選挙が迫っています。学校に来るとき自転車で来るんですけど、その時に車との距離が近くてぶつかりそうとかになるんで、もう少し道路を広くしてほしい。消費税が高い。自分が買いたいものを見た時に消費税のことを考えて買えなくなってしまう。限られたお小遣いの中でやりくりしてますからね。確かに消費税高いの死活問題だね。授業では高校生ならではの意見が飛び交う中、選挙のルールや投票までの流れなどを確認しました。国の調べでは3年前に実施された参院選の投票率は全体で 48.8%、 対して10代20代の投票率はともに 30% 台と低い水準で、若い世代の投票率向上が課題となっています。考え方とか変わりましたか？はい、消費税が高いとか物価が高騰しているっていうところを見て、少子高齢化によって若い人の働き手が減ってるのに、その値段は上がってってるから、それがこの先どうなっていくかがすごい気になりました。高齢者のための政策とかが増えてきてて、なんか自分たちの世代とかがあんまり得してないような気がして。SNS で若い世代に投票に行くよう呼びかけているのは、大学3年の岩渕光平さんです。自分の一票じゃ変わらないと思ってたりとか、まあ、政治をすごく遠くに感じてしまって、結果的に投票に行かない人たちがすごく実際多いんですよね。岩渕さんが発信しているインスタグラムでは、議会や議員の活動に同行し体験したことを報告。政治への関心を高めてもらう狙いです。北海道を代表して行ってくださる方々を選ぶ選挙ですので、無関係ってことは全くなくて、むしろ僕たちの世代はこれから就職とかを考えていく中で、その就職先の景気に影響されますし、自分たちの代表を選ぶんだという意識を持って、選挙に投票に行くかは一回考えてほしいなと思いますね。札幌市では高校3年生に向け投票方法などを示したチラシを配布しています。難しいことではありませんし、お配りしてですね、こういったチラシなども参考にしながら、ぜひ投票所の方にですね、足を運んでいただきたいなというふうに思います。若い世代にいかに分かりやすく政策を伝え、選挙への関心を持ってもらうかが課題です。